つぼいのつぼです。はい、いろんな不具合がね、ニュースになるんです。まあ、ニュースというのは楽しいことがもありますけどもね、あれなんかいろんなニュース伝えて最後の方に、今日は七夕ですとかね、そういうのにちょっと付け加えるような楽しいことというのは結構少ないですよね。まあニュースに関してはね。不具合の方がやっぱりニュースになりやすいということで、まこちゃんからいただいておりますけれども、この方はずっと新聞の記事をですね、まず書き写していただきました、はい。奈良県の話でございますけれども、奈良県警無免許運転で衝突事故を起こしたドライバーから、事故現場で現金を受け取って無免許運転と事故の隠蔽をして揉み消したとして、奈良県警高速警察隊の現役警官、中西義隆巡査部長44歳を犯人隠避の容疑で逮捕したということですよね。まあ、あと詳しく書いてあります。郡山インターチェンジでということでね。まあ、無免許運転で事故を起こしました。で、その人をこう調べてる事情を聞いてるうちに多分その人から現金を受け取って、まあ、これはなかったことにしていこうかと。もみ消しですね。いうことですね。で、その事故を起こしたのはですね、風俗店営業のこれ、堀亮さんというんですかね。堀亮容疑者24歳ということで。はい、で、お金も受け取りました。ね。警察官は。はい。もみけ、これも事故なかったことにしておこうかと。それと、ま、それだけでは多分警察官というのはですね、なわけにいかんでと。まあ、それにつけ込んでというようなこともあったんですかね。はい、で、相手が風俗店。経営ね。はい。で、風俗店をですね、無償で利用していたということも発覚したと。はい、まあ、こういうことです。まあ、愛知県警でも多数の現役警察官が暴力団組織から多額の現金や高級会社を受け取って重要な取締り情報や警察官の個人情報を漏洩したとして、一人の警察官だけがというところにこの人がちょっと不満が現れてますね。だけが逮捕されて大問題になりましたけども、まだこんな悪徳警官がいるんですから、日本の警察と警察官も全く信用も信頼もできません。本当に呆れました。と、まあ、こういうようなお便り。亡くなった立川談志さん流に言うならば、こういうのが事件になるほど日本はいい国なんだよと。あ、またやってるかでは事件な、ニュースにも何にもなりません。でこれが、こんな奴がいるというのを聞いて、ああ、日本は安心だというのは談志さんは言ってますけどね。うん。いや、だってそうでしょ。現金って、こう、普通、違反したって、取り締まられてる時に、はい、そういうちょっと悪い心が芽生えて、お金渡したら見逃してくれるかなと思ったとしてもですよ、はいはい、これでなんとかって持ち出すのってすごい勇気いりません？だって、それで真面目な警察官の方がほとんどなんだから、はい、もう現金出した時点で、もっと罪を重くなるでしょ、ね、交通違反だけじゃなくなるじゃないですか。はいはい、それを危険を犯してまで、これでなんとかって言い出すってなかなかできないと思うんだけど。今回、だから、被害、事故を起こした人が言い出したのか、警察官の方が言い出したのかはちょっとわかる。そうか。うん。お前これ偉いことになるぞ、お前。車で通ってってお前免許取り上げられたりなんかしてみー、と。いうなこと言って、まあ、いろいろ俺も考えてやってもええけどなと言ったかもわからへん。そうか、そうか。そうやって言ってもらえれば心を開くと。言ってもらえれば。あかんのだよ。あかんのだけど。だから、いや、日本で、外国だとそれもう常識だよっていうのはもう土壌があれば、そういう悪いやからって出す、簡単にお金って出すと思うけど、日本でそうやってお金って最初からこれってなんとかって出す勇気ってあるのかなって思ったら、まあ、そうじゃないんだけど。そのところがクリオネブルドッグ、VS ヨークシャー、ブルテリアさんからもいただいておりますが、はい、なんかドラマで見るようなダメ警官がおりましたですね、というね。ね、事実は小説よりきなりという格言がありますが、本当ですかね、というよりも火のないところに煙は立たないということでしょうか。ドラもいろいろ圧力がかかると聞きますから、切り込んでいるようで実はかなりオブラートに包んだ表現をやってるんではないでしょうかと、もうね、はい、
どん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 やっていくと、こんなことをやるなと言われる、そんな圧力がかかってて、うん、あの程度のドラマに出てくるような悪徳警官にも時々出てきますわね、はい、で、あれはもうオブラートに包んでいて、現実はもっとこういうひどいのがおるんやないやろうかと、まあ、この人は言っておりますし、はい、一時の恥さんからも、まあしょぼいですね、わずかな金と風俗を無償で利用していたなんて何回言ったんでしょう、それで職を失うのは割に合わないと思いますと、まあ、本来まあそういうことですよね。ね、うん、でもさっき言ってたじゃ、向こうからもしかして言い出したのかもしれないってことを考えたら、うん、こう初めてなのかなとかってところまで想像はね、い、うん、っちゃいますし、はいはいはい、うん、ま、前も私言いましたけども、韓国でこれオリンピック前の韓国ですから、はい、今の韓国とは状況もまた違うでしょう、経済力とかね、うんうん、街の様子、国の在り方も変わるでしょうけれども、乗ってた、うん、タクシーがちょっと信号無視をしてバーンと、私たちは助手、あの後ろの方の席に乗ってました、はい、タクシーの運転手がずっと信号無視していったら、ピッ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 って止められて、うん、警察官がこうスーッとそのタクシーに寄ってきて、まあ日本で言うならば免許証とか言うんですね、はい、免許証見せてくださいという、その免許証を出すよりもタクシー運転手はお札パッと出してましたよ、うん、お札パッと出しました、はい、お、何よこれ、うん、と思いました、はい、ええー、と思ったら、その警察官はいらない、うん、何をやってんだ、はい、で免許証っていう形でやってましたけども、はい、あ、こういうのも日常の中にあるんやなと、うんうん、僕らはやったことないし、あんまり友達にもそんな話、はい、ね、聞かないけど、一旦停止、あれこの間ね、警察出てきたけどね、うん、金やったらね、あの許してもらえた、そんな話は聞いたことないけれども、はい、どんなに言ってもあかんかったっていうのをよく聞きますけどね、どんなに言ってもあかんかったっていうのをよく聞きますけどね、私なんかもね、はい、あの見てたらね、はい、あのネズミ取りやってるわけですよ、はい、ネズミ取りやってピッ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 と止められた、はい、たら、はい降りてって言って、なんか机みたいに、道路のとこ、机みたいなとこあるやん。はい、あそこでもっていろいろ、免許証とか言って、うん、すいません、とにかくね、もうとにかく急いでたもんですからね、本当にね、あの、いつも警察の方はね、本当に大変ですよね、いつもね、って、わーっといろいろごまばっかり吸ってるやつがいて、ほんで警察官黙って聞いてて、はい、とにかくこれにサインしてって、サインしてってバーンと出された時に、あんたらな、ほらほらって、わーわーって、さっきの、もうなんか、ニコニコしてたのが、ニコ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 、ヘラヘラしてたのが、なんとか許してもらおうというまでは愛想よかったけども、はい、もう格段になったら、めっちゃくちゃ、わらら、かけやらんなものは、なんだらこんなとこ出ておかしいやねんか、ほんとに、言って、さっきの、いつもね、ご苦労さんですけど、全然違うやねん。そんなおっさんは見たことあるあるある、ね、見たことあるけどね、見逃してもらったなんて話あんま聞かないんで、うん、日本でもこういうのあるのかなって、こういう事件が起こるとびっくりしますよね。だから、うん、これがニュースになるのはいくらでもあることやん、こんなもんニュースになれへんでって言われる日本ではないというふうに信じたいですよね、うん、こんなやつがおった、と驚くような日本であってほしいですよね。はい、はい。